はい、こんばんは、アマゴです。今日はね、これ軟骨ですね。この部分ですね、軟骨。はい、これ片栗粉ですね。はい、塩コショウと料理酒と醤油ですね。それと生ニンニクです。このような調味料を使いました。臭み取りと柔らかくするため茹でますね。アクが出るので取り除きます。そうですね、沸騰してからだいたい20分ぐらい茹でました。はい、料理酒を入れますね。塩コショウです。はい、醤油です。もう分量はもう適当にやっておりますのでね。はい、絶対に入れたいこのニンニクチューブですね。これが美味しいですね。手で混ぜたらいいんだけどね、カメラを触るのでこれで混ぜます。よく混ぜて20分ぐらいこのまま放置しました。はい、20分経ちましたので余分な汁を捨てますね。小麦粉と片栗粉を入れてよく混ぜます。心持ち低い温度です。少し時間をかけて揚げたいと思います。軟骨も食べようと思っているのでね、多分硬いと思うけどね。いい感じになってきましたね。はい、鶏の唐揚げよりも時間をかけて揚げました。
さてさて、味はどうでしょうね。失礼していただきます。もう軟骨といえもちろん硬いんですけどもね。なんかうまいんですよねこれ。ガリガリやっちゃってます。歯大丈夫か。軟骨についてる肉は特に美味しいですね。どうもどうもありがとうございました。